死人了。死者的上衣被推至双乳上方，下身赤裸，脑后部有被钝器击打的痕迹。作案手法一模一样。1997年、中国の小さな町で発生した女性のみを狙う連続猟奇殺人事件。需要我配合什么？从目前的情况来看，应该是同一个人干的。事件に取りつかれてゆく工場で働く一人の警備員。老于，我听说你在你们厂逢盗必破。恋人さえもおとりにして犯人を追い詰めてゆく。就一点愿望都没有啊？等我以后实现了，第一个告诉你。凶手太他妈残忍了。记着啊，以后守点规矩。果たして、男が最後に直面する衝撃の運命とは？好像做了场梦，突然间一切都不真实了。